マックス・ペインシリーズは重厚なストーリーと濃密な銃撃戦の融合で知られている。マックス・ペイン3のマルチプレイにおいてもロックスターゲームスはノワール感あふれる世界を生み出している。その中でプレイヤーはペインキラーでマックスに扮したり、デスマッチを戦ったり、クルーを結成したり、あるいはストーリー展開のあるギャングウォーズなどを体験することになる。ギャングウォーズはマックス・ペイン3のマルチプレイの中心となるモードだ。シングルプレイの物語に沿ってマッチは開始されるが、各対戦の結果に応じてシナリオがダイナミックに変化していく。ギャングアレジェンスは the only thing that would keep them alive。ギャングウォーズは5つのチャプターで構成され、それぞれのチャプターを形成するゲームタイプは全部で10種類用意されている。例えば、ある対戦で敵の縄張りを制圧し、かつ自分の縄張りを守りきれば、次のラウンドでは縄張りに敵が設置した爆弾を解除することが目標となる。制限時間内に爆弾を解除できれば、次のラウンドで優位に立つことができるが、解除に失敗すれば不利な状況となるだろう。マックス・ペイン3のマルチプレイには戦いを有利に進めるための様々な機能が存在する。同じ相手に2回連続で倒されると、プレイヤーはリベンジを仕掛けることができるようになり、レーダー上に敵の位置が表示される。リベンジの相手を倒すとボーナス XP を獲得する。逆に倒されると相手にボーナス XP が渡ってしまう。バーストはレベルアップすることで獲得できる。各バーストには3つのレベルがあり、発動にはそのレベルに応じたアドレナリンが必要となる。レベル3の武器ダブルディーラーならば、ピンを抜いた状態の手榴弾を敵に落とさせることができる。スニーキーというバーストは自分のチームメイトを敵に仲間だと錯覚させることができる。ハッピートリガーは瞬時に圧倒的な火力をもたらしてくれる。 Seems they were done playing with the kids' toys。プレイヤーは大規模なパブリッククルーへの参加も、カスタマイズできるプライベートクルーの結成も可能だ。このクルーシステムが本作のマッチやロックスターゲームスの他のタイトルでの対戦の助けとなるだろう。クルーに参加してプレイすることで、武器やバーストを解除するのに必要な XP をより多く獲得できる。活用すればライバルとのクルー構想に終止符を打つこともできるだろう。ギャングウォーズなどのストーリーを中心としたモードやチーム戦略、リベンジ、クルー、そしてバレットタイムのようなバーストをシネマティックで高度なゲームプレイと組み合わせることで、マックス・ペイン3のマルチプレイはこの世界に広がりを持たせ、プレイヤーを重厚なストーリーへと引き込んでいく。